こんにちは、ガーデンプラスの宮越です。今回はプロの目線で見たおすすめしない外構工事についてお話ししていきます。この動画では建物正面の門周りや駐車場について解説します。リビング前などの主庭と呼ばれるお庭空間については別の動画でお話ししたいと思います。一生に一度の家づくり、外構工事で失敗して後悔したくない人はぜひ最後まで見てください。それでは早速1つ目、建て売り住宅なんかでもよく目にする駐車場。車のタイヤが乗る場所、わだちのところだけコンクリートにする。これあまりおすすめしてないんです。そもそもなぜこの方法が取られるかというと、コンクリートの面積を減らして金額を下げるためです。でも実際には少しだけコンクリートを挫折するにしても広い面積をするにしてもミキサー車でコンクリートを手配することには変わりないんです。なのでこれくらいの面積差だったらそれほど金額は下げられないです。それに運転が上手な人は心配ないかもしれませんが、苦手な方には駐車が難しいっていうデメリットもあります。私は運転が下手なのでこういうタイプはちょっと気合を入れてから駐車しないとうまくいかないです。また将来的に車を乗り換えた時にサイズが合わなくなるということもあります。結局数年後にコンクリート以外の砂利や芝にしたところに雑草が生えてしまったり、溜まった落ち葉のお手入れが必要になったりして、それが大変になってこの部分もコンクリートで埋めたいっていうご依頼も多いです。ではどうすれば金額を少しでも下げられるのか。どうせコンクリートの面積を少なくするならタイヤの間よりも車の後ろの部分を砂利などで残しちゃうのがいいと思います。歩く頻度もそんなに高くないですし、外から見た時も目立たないです。あとは2台分駐車場があるなら1台分を丸々砂利にするっていうのもいいです。予算が取れた時に後からこのもう1台分のスペースをコンクリートにしちゃえばいいと思います。追加でコンクリートを打つ場合は細かい隙間に足していくよりもシンプルな形のところの方が施工もしやすく、ひび割れも発生しにくいです。おすすめしない外構2つ目は、敷地と道路の高低差がある場所、のり面を芝生にしてしまうことです。建物が建っているところと道路に高低差がある場合は土が道路側に流れていってしまわないように土留めをします。一般的にはブロックや擁壁で対策しますが、コスト削減のために芝生を張ることがあります。これ見た目は緑が爽やかでいいんですけど、お手入れが大変なんです。水が下に流れていってしまうので、水やりも平らなところよりも多くしないといけなかったり、芝刈りも傾斜がある分難しいです。でも道路からはよく見える位置なので、お手入れをしないわけにはいかないんですね。どんどん見た目が悪くなっていってしまうという難易度が高い外構なんです。それにただ斜めに存在するスペースになってしまうので、せっかくの敷地が何にも活用できなくてすごくもったいないです。ちなみに人工芝をのり面に張るっていうのはもっとおすすめできないです。天然芝の場合は根がこう土に張っていくので土が流れにくくなるんですけど、人工芝の場合はピンで留めていくので天然芝よりも大雨が降った時とかに流れやすいです。ではどうすればいいかというと、もうここは予算を優先的に割いてきっちり土留めを作る方がいいです。フラットな面を広げる方が絶対にいいです。敷地を有効活用できますし、のり面の芝生のお手入れの手間もないです。費用をかけるだけの価値がある箇所だと自信を持って言えます。そこまで高低差がないなら、栗石って呼ばれる大きな石を置いて土留めにすることもできなくはないですが、固定はされていないのでだんだん石が下がってきたりする可能性はあります。あくまで一時的に土留めをするっていう意味ではこういった方法もあります。おすすめしない外構3つ目はスロープ。十分に広さが取れる場合はいいんですけど、使いやすい角度のスロープには思ってる以上に長さが必要なんです。病院や公共施設のスロープってこんな感じで結構長くないですか？直線じゃなくて曲がるようになってたり、あれくらい長さを取って傾斜を緩やかにしないと使いやすい角度って作れないんですね。実際に撮影でスロープがあるお庭に行ったこともあるんですけど、やっぱり結構傾斜がきついなと感じます。無理にスロープを設けると角度が結構急になるので、登る時はまあ頑張って押せばいいかなとは思うんですけど、下りが怖いんですよね。ベビーカーとか車椅子とかそういう勢いがついて前に下に降りてしまうとかえって危険な設計になってしまうっていう場合もあります。じゃあどうすればいいのかっていうことですよね。まずは何を解決すべきか、何を解決したいのかっていう課題を考えてみてください。車椅子用のスロープなんだったらご家族の介助ありで上り下りしたり、昇降機とか段差解消用の介護用品で代用できないかをまず検討してみる方が安全かもしれません。それにどこから出入りするのかっていうのも玄関以外の選択肢もあります。立地条件によってはリビングの窓からの出入りの方が便利な場合もあります。自転車用のスロープの場合はそもそも自転車置き場の場所を考えてみてください。やっぱり道路側に設けるのが一番動線としてスムーズで使いやすいです。ですが、防犯面が心配になる場合はサイクルラックを設置したり、壁やサイクルポートで隠すということを検討してみるといいと思います。ベビーカーの上り下りのためにスロープという場合は段差が少ない、高さがそんなになくて広い面の階段の方が使いやすいと思います。玄関までの距離が短い場合は持ち上げる段数も 1、2 段になるので、そこまで負担にならないんじゃないかなと思います。というよりもベビーカーを使うって一体何年間なのかっていうのを考えると、無理にその後ちょっと使いにくいスロープをつけるっていう方法を考えなくてもいいのかなと思います。おすすめしない外交4つ目はちょっとだけ曲線にすること。曲線は柔らかい印象になるので可愛らしいテイストにしたい時とかに是非取り入れてくださいって、私も動画で何度か言ってると思うんですけど、でも短すぎる距離で無理やり曲線を作るのはあんまり効果がないんです。大きくて緩やかな曲線だからこそゆとりのある美しいラインが描けるんです。なので柔らかい雰囲気を出したいなら表札とか門柱とか他のところで取り入れられないかっていうのを一度検討してみてください。曲線ってプランナーにとっても職人さんにとっても腕の見せ所なんです。図面をパッと見た時に綺麗だったら仕上がりも美しくなる可能性は高いですが、図面を見た段階で何か違和感があるっていう場合は施工でどうにかなることは少ないんじゃないかなと思います。なので図面の段階でプランナーさんとよく打ち合わせをしてください。おすすめしない外交の5つ目は塗り壁の上にレンガを乗せる方法。これヨーロッパ風で可愛くて人気なんですけど、よっぽどこのデザインにこだわりがない限りはおすすめしません。例えばこの門柱は上にレンガはないんですけど、ポストの下に汚れがありますよね。これ雨だれって言って水が垂れてできる汚れなんですね。レンガがこういう感じで上にあると、このレンガとレンガの間の目地から雨だれができちゃうんですよ。なのでレンガを取り入れたいなら下の方に貼ったり、階段の立ち上がりをレンガにしたり、あとは門柱の前にレンガで花壇を作るとか、そういう風にできるだけレンガの位置を下げる方が雨だれの汚れはできませんし、見た目的にもこう濃い色が下に来てバランスが良くなるのでおすすめです。もちろんこだわりがあってデメリットも理解した上で採用するのはいいと思います。なんとなくで入れてしまうと雨だれのお掃除とかが面倒くさく感じてしまうと思うので、そこはよく吟味した方がいいかなと思います。6つ目は小さすぎる造作門柱。流行りの大判タイルとか杉板門柱を取り入れるなら素材感が活かせる大きめのサイズでかっこよく門周りを仕上げたいです。少なくとも幅 1.6 メートル以上がおすすめです。存在感のある門周りになります。かっこいいタイルってやっぱそれなりに金額もします。なのでせっかくタイルにお金を割いたのにそもそもの門柱が小さいせいぜい存在感が薄くなってしまうっていうのはもったいなくないですか？どうしても門周りの予算を削減するっていう場合は大きさは確保してタイルじゃなくて左官の塗り壁にするとかで素材を変える方が全体的にまとまったデザインになると思います。いかがでしたでしょうか？おすすめしない外交工事について6つ紹介してみました。とにかく後悔してやり直しっていうのが一番もったいないです。どうしてここにスロープが必要なのか、どうしてここに曲線なのか、このサイズなのか、全ての設計には意図があります。少しでも疑問に思ったらプランナーさんに相談してください。いいプランナーなら全ての質問に明確に答えられるはずです。ガーデンプラスでは外交工事を全国で承っております。無料のご相談お見積もりは概要欄のリンクからホームページにアクセスいただきお問い合わせください。この動画が少しでも役に立ちましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。質問やリクエストもお気軽にコメント欄でお知らせくださいね。次の動画もぜひ見てください。